原一丁ですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、皆さんに、素晴らしい最強デッキを持ってきました。ということでね、皆さん大好き、すべてに勝てるデッキです。こちら、チエンスケラのババゴヤバージョンですね。なんですけどね、こちらがね、あれなんですよ。本当に強くて。それでやっぱり、そのなんか、ババゴヤが本当に強いんですよ。こいつがね、もう本当に無限の可能性があるので、まあ、テンプレだとここはボムタワーだったり、あとはゴボリですね、ってなってるんですけど、今日はババゴヤでやっていきたいと思います。ということでいきます。よいしょ。ババゴヤであることによって、まずメリットですね。まあ、置いてるだけでアドが取れる。そう。逆に言うと、そのなんかミスした時に、取り返しがつかなくなっちゃうんですよね。そう。よろしくと。まあ、だからノーミスでいけば、もうフル最強デッキですね。なんですけど、1個2個、やっぱりミスしてしまうと、もうすべてが崩れて、やっぱ7コーストって重いんで、施設すら置けない。だからもうホグにすら負ける遅延デッキになりますね。さあ、そんなところでね。さあ。いやー、これは逆さですね。俺結構こういうなんか空とかボーラーとかライドラとかそういうなんか重めのババ小屋をね、よく回収しやすいユニットですね。そういうのは割と逆さに置きますね、俺。で、まあこれは、まあこれで起動しますか。ここだな。よいしょ。いや、これはもう、ちょっと良くない。マジっすか、それ。嘘っぽいですけどね、今の。ただ相手は今ライドラ切ってるんですよ。なんでここ普通にベビーしかないんで、さあ、ここはねスケラ打っていいと思いますね。さあ、オッケー。ライドラさえいなければ、スケラっていうのはね抑えにくいんですよ、めちゃくちゃ。おっと、来ました。ここでトルネまで行きます。俺はこれまずいか。あれ怪しいな。こいつ生きちゃったら、これでも来たら、まあ、ポイズン足すだけおじさんで。さあ。いやー、これ、うわ、これ起動すればよかったな、今。もう一回チャンスあったな。さあ、まあ、ただね、序盤に使いすぎるのはちょっとやっぱ怖いんで。ここしかも相手、あれですね、対空2枚とも切ってるんで、こうビビドラで多分バボガイ潰せると思いますね。こうヒーラー、そうですよね。ヒーラーなんですけど、敵陣入らないんで、ないとして、これタルババ行っていいですね。よいしょ。ほんで、オッケー。いや、ここで使ってくれるのでかい。これはでかいですね。よいしょ。ババ小屋立てていって、さあ、ただ、この後ですよ、血入りゴレ。おっと、後ろから立てるタイプ。めちゃくちゃうざいですね、それは。いや、しかも、めっちゃ壊されてる。やだ。これ、血エリゴリ来るかな。仕掛ける顔しといての、ですよ。はい、ライドラ切った。スケラ打ちます。いや、これはね、あれなんですよ。ライドラとヒーラーで抑えられるのが一番嫌な防衛なんですよね。おっ、しかもタルババじゃない。いや、これは、あれですね。ババ小屋立てずにいけそう。さあ。こっち守んなくていいですね。いや、ここでポイズン打つと負けるんですよ。これ、手前に吸いたい。手前に吸ってポイズンでいいですね、これ。さあ。ドラドラが勝利できるならポイズン打っていいんですよ。ただ、できないならポイズン打っちゃダメっていうね。エリゴレの規定があるので。まあ、ただ、ここ。いや、ここなぁ。むずいなぁ。一旦落ち着いていいものかっていう感じなんですけど、逆サイ一切行かれなきゃ、ただ逆サイが攻めづらいのがちょっとね、難点ですね。まあ、ただまたケツから組まれたら逆サイナイト散らして、これヒーラー来たら右サイド守って、ライドラ来たら右っすね。これは右。これライドラが、あいつが悪さしてるんで、やっぱこのエリゴレっていうのはね。そう。なんで、あいつがやっぱ悪の、諸悪の根源なんで。そうなんですよ。まあ、アスカ守ってあげましょうか。さあ、いいよ。これはいいんじゃない？結構いい流れ。めちゃくちゃいい流れ。とりあえず打ちます。これね、マジでね、溢れちゃうんすよね。よいしょ。ここで、ポイズントルネすることによって、いやー、それはうまい。それはうまいが、OK、死ね。あー、OK、サンキュー。さあ。36秒間、間に合わんすね、これ。これ、スケラ打って、ギリゴリ押せそうっすね。
これ逃げ切れそうなんでスキラ打ちます。さあババ小屋2体立てて、そうですね、いや際どいか際どいか、頼むぞマジで、本当に頼むぞ、マジで頼む、マジで頼む、いやお前エリゴレだけはマジでマジでやめてくれ、本当に頼む、本当に頼む、マジで頼む、頼む、チュン、ハン、ハン、危ない、危なかった。いや全然余裕だったんですけど、全然余裕だったんですけど、やっぱね諸悪の根源がね、まあ、でも普通にやってたら多分これ勝てないんですよ。スキラ、遅延スキラって、ね、割とこうエリゴレに相性いいように見えて、ボムタワー型だったらフル相性いいんですよ。さあ来ました、よーフェルナンド、お前今日3回か4回ぐらい戦ったな。こいつはねエリババのゴレを使ってるやつなんですよ。エリババのゴレなんですけど、呪文が確かトルネと、うーわやば、ガチじゃん、ガチガチのガチの人じゃんこれ。そうなんですけど、いやそうなんですよね、こいつ危ないんですよマジで。いやただスケドラで破壊されるんだけは阻止したい、なんとしてでも。オッケーオッケーオッケー、いやいい、いやここで、うん、どうだろうな、ダクネ来ますよねそりゃっていう感じなんですけど、まあこれよいしょ、ワンチャントルネで座れるこのタイミングと思ったんですけど、うん座れないですね。よいしょ、なあお前全然マジか、これ吸えない派の、吸えない派の人だよもしかして。いやこれいい散り具合ですね、いい散り具合。相手これね両線分かれた方がねやっぱめんどくさいんですよ絶対。でこっち、俺はこっちに、危ない危ない危ない、今スケラ芝に墓地に召喚してたスケラ、危ない危ない危ない。さあさあさあ、これはいやこれアイスビーズ出していいっすね、残念ながら出しましょう。いやこれあのゴミトルネがなければな、あそこでこのターンスケラ打って割といいとこに持ってきた、やばいこれ金魚起動されたら終わる、やめてやめて、あーよかった、あーよかった、あー危ない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 、もうベビドラマジでね、上手い人にね、あの敵陣にベビドラ行っちゃうとね、もうベチコリ怒りちまうんですよ、それが本当にきつい。さあただここ相手はあれなんですよね、一回ここ俺ババゴエ立てないでやんないと、今立てたら端前エスケドラでババゴエぶっ壊されちまうんで、そうですね。でここで出したらポイズン打っていい気がしますね。まあ、来たらトルネでもいいかな正直。ああなるほど。あんくらいだったらまあ別にいいかな。うん許してやる。しゃーなしな、しゃーなし。さあ結構入る、さあ結構入る。あれ右側タルババでいきましょうか。でこれベビドラこいつ殴ったら戻ってくるんで。さあ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 、よいしょ、ぶん殴ってあげて、これする必要あるかな、でもキング起動しておきたいんですよねこれ。いやお前さマジでこいつやばいんですよ本当に。 OKOKOK、 キング起動さえしちまえばこっちのもんですよ。ここにポイズン打って、いやそろそろ、いやスケドラ来ると思ったんだけどな、そろそろスケドラなんか、おこいつ全然ボイポイズン打たないやんつって来ると思ったんですけど来なかったっすね。さあここはね、ただめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ相性はいい、さあめちゃくちゃ相性はいいが、ここ落ち着いていきましょう。さあさあさあ、美味しいよこのトルネは。さあさあ、これはちょっと全部ちょっとずつ残るっていう、相手からしたらもう最悪、最悪の。さあさあさあ、これダクネぐらいしかない、あータルババがあった、タルババじゃない、いやでもこれはトルネかけていい、もうね俺キング起動してるんで何でもありなんですよ。さあ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 、これ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 、来た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 、いやーマジかこれ相性悪かったけどな、ちょっと泣きそうになっちゃった、くしょーよいよいよい。さあ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 、フェルナンドフェルナンド後ろからじっくり行きます、じっくりじっくり、こういう相手にこそね、あの後ろからじっくり行くっていう、あれワンチャンこれ相手落ちますね、あー落ちました、いやーフェルナンド君ごめんね、毎回僕がトロフィーを刈り上げてしまって申し訳ない。さあグッドゲームと、はい、いったところでね、まあ相手はね勝ち筋なかったでしょう、まあ俺が甘えてしまえばねこれね、うん、負けるかもしれなかったんですけれども、やっぱりね僕のこの完璧なプレイ、100点満点、いや、200点満点のね、プレイをさせてあげることによって、くー、いや負けらんなかったか、ちくしょう、フェルナンド君にでも俺トロフィーめちゃくちゃもらってるんで、なんか申し訳ないなっていう気持ちで、いや心がいっぱいになります、なんか胸が苦しいんですよ、なんか俺ってこう相手の人にね勝ってほしいって思いながら常にクラロやってるんで、なんかこうなんかこう胸がね、やっぱ勝ってしまうと胸がモヤモヤするなって、感じではあるんですけど、さあさあさあ、上下と上下と思わせていてのジョージですかね。確かにジョージってしかもあれなんですよ、この人ねエリゴレでなんか世界一取った人じゃなかったっけ、だった気が、あ違う、それジョハみたいな名前だ、うわ最悪これさ、聞いて聞きな、
さあ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 、いやこれバウンドしてからナイト行きましょうか。いや最悪だこれ。ザップが来んのかなこれ。ヘイ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 。さあヘイガニのね、ヘイガニの真似をしていって、さあさあここ、いや何が来るんだ。うわー、 PP の P の方ですねこれは。あれなんか滑り気味だな今日。おかしい気がする。なんかさ、え、ちょっと待って、おかしくないですか今日。なんか俺滑り気味な気がするんですけど。だからメガを切ったんでこれいきます。やべこれ来る。ええガチの人じゃん。え待って待って、やばいやばいやばい、それやばい。ええやば。あ、わかった、わかりましたわかりました。これあれだ、多分この人あの上下なんで、こうやって上下に振ってたら多分見えつけられる。あれおかしい。あれおかしい、今日滑り気味かな。いやグイグイと上がる。今何位だ、63位。さあさあどんどん行きましょう。来ましたー、おハンターですね。ハンターといえばね。さあ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 行きましょうか。俺がお前のことハンターしてやるよって感じでね。さあさあさあ今日もねギャグの調子がね、いやーなんか調子悪いのかなもしかして。いやテスラ、ウッドテスラってことはねこれ怪しいんですよ。なんか2級クロスの場合だと結構そのアーチャーとかを切ってくるんですよ。なんですけど2級じゃないクロスの時にじゃない行動をしてくるんですよね相手は。そうアイスリーズでやっぱ、これババ小屋のエリ来た来た来た、最強最強。 OKOKOK、 いやめちゃくちゃうまいかお前、うまいかもしかして、うまいやつか、やめとけ。まあテスラにねぐっちゃぐちゃにされるのがオチなんで。おお、そうくるんだ、なるほど。いやでもこれはポイズン打っていい気がするけど、ロキ打たれんのかなこれ。いやでも打たれたら打たれたでまあ A みたいなとこありますね。さあ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 、これワンチャン起動とかされんのか。いや待って、してきそうな顔してるこいつ。これないと切りたくないっすね、切りたく。あ言わないよ俺は、今一緒にこうみんなないと言おうとしたの知ってるけど俺言わないっすからね。さあさあここは形だけ組んで、はい、オッケー、オッケー。これ、調子こいつ攻めると、キング起動されないかったりとか、テスラ立ってる時に調子こいつ攻めると、その、逆サイ、スケラ同時クロス来るんですよ。それがマジできついんでね。さあ。いや、相手はね、キング起動をバチコリ狙ってるんでね、ベビドラなんですよ、キング起動をマジでされるのが。で、相手トルネ12だったら、ババ小屋とかでもされちゃうんですけど、まあ、こういうとこには出していいですね、正直。まあ、ここで高め。いや、ここで、でも、これ言っていいな。こっちだな。後ろに立てると、うお、真ん中打つんだ、それ。やば。マジか。全然入んねえな、面白いぐらい入んないっすね。やべ、頼む、ナイト耐えろ、もっとお前もっと耐えろよ。さあここどうさ行くべきかな。いやどうさ行くべきだな、うん、削り変わんないんでどうさ行って、あれっすね、そうっすね、ボーイクロス待って逆サイケツドラして、で相手多分これキンキーしてくると思うんですよね。キンキンのキング起動してくると思うんで、あつ森目に行って、これ。おっとっとっと。OK、ポイズン。完璧、完璧。これ、トルネまで打っちゃいましょう。これだ、どうせ相手ロケ打ちたいと思うんで、ここでぶち破壊してあげて、さあ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 。OK、OK。完璧、完璧。これ、美味しいっすね。なるほど。
逆に困るなこれ。やべ、これトルネでぶっこ抜かれたらやばいな今って思ってたんですよ。どうせ出したのに俺それで。やべ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 。危ねえ危ねえ危ねえ。1900か。やべえそれは。やーべえなー。やば、え？やばいやばいやばい。うますぎじゃない？でこれナイトで蓋でしょ？どうせ。さあ、いやもうテスラが凶悪すぎるマジで。こいつ犯罪っすね。逮捕しちゃおうかな本当に。さあ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 、以前ね、なんか最強警察撮ったじゃないですか。あの時に俺その最強警察だからこう逮捕する側だと思ってたんですよ。そしたらねこうやっぱりちょっと淵に、いやお前パンイチで撮ってんだから逮捕される側だろって言われてね、こうって思いましたね。はい、負けました。ごめんなさい。このね相手にはなんで負けたんだろう。あ、クロス一回通しちまってそっから崩れたっすね。だから調子こいて攻めないで、なんかとにかくババ小屋立てまくって、で削られてないサイドに一回一緒にロケット打たれたの痛かったっすね。だからまあしゃあないけど、削れてない方のタワーに2機目ババゴエ立てて、まあ、そこで左ケツにロケット打たれたら、そこでスケラ繋げればよかったですね、両サイ振って。こういう相手には絶対両サイ振ったら結構だるいんですよ。そう、壊れたババとかに合わせて振ると絶対だるいんで、クロス相手には3倍まで持って、3倍になってからスケラ打ちまくる。これでいきましょう皆さん。約束してください俺と。もうね、これをの、この約束破るとね、みんな痛いこと、痛い目になるね。さあ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 、サムヘア。って感じでね、急になんかエッチな感じになっちゃったんですけどね。さあさあ、YouTube! なるほど。YouTube 撮ってるんで、ぐっちゃぐちゃにして、ボツ動画にさせちゃおう。さあ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 、さあ工場が来る。そこはね、マジアチャ、ぶちマジアチャ、来る可能性高いですよ。来ない。来ないね。来ないよね。そう思ってたよ、俺も。さあさあさあ。これポイズン打ちましょう。よいしょ。んでもって相手はね、ペッカとかケツペッカとかね、ペッカとかね、してくると思うんですよ。いや、ただ、人技かペッカか、ペッカ人技かって感じだったんで。さあ。あ！今の、誰ですか？悪いの。手挙げてください。いや、これやっべ。これやっべえな。これ、工場からの有能追加されたら、たまっとんじゃないっすね。いや、これ、ガインして、ギリギリガインして、ガインしたいん。ガインしたいん。あ、またうまいこと言っちゃった。どうしよう、ちくしょう。ちくしょう。あ、やばいやばい、負けちゃう。いや、いって。でも、今のは絶対ナイトできてたら、あれだったんですよ。有能追加で JJ されてたんで。いや、これ、しゃあお前、それ強いな、ちょっと。さあさあ、ただ、それは美味しい。いや、俺、一転して有利になってます。さあ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 。ここさ、ババいっぱい生まれてくるよね。そうね。じゃあ、ここスケラ打っていいですね。さあ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 。これに、ペッキングペキペキを出すか、出さないか、田舎の三択なんですよ、相手は今。なんで、ああ、グースティング。まあ今ね、防衛ポイズン貼ったらさすがにね、このペッカの襟なかったと思うんですけど、相手めっちゃうめえな、おい。ふざけんな、ほんとに。これは、行っていいですね。ちょ、ゴースト邪魔なんで。これ、はしまい工場来たらうまい。うん。あ、うまい！いいね。やべ。まあ、ただ、マジアチャでぶち抜かれたくなかったんで、あいつ、あ、魔術職人なんですよ。しかも YouTube 撮ってるってことは、結構、しゃしゃり気味に、魔術を出したくなる年頃だと思うんですよね。結構、俺もやっぱそういう時期ってあったんで、やっぱりね、相手結構、やっぱその、さっきの魔術からして、結構若い感じだったんで、ぶち抜いていきたいですね。さあ、ここ。いきます。よいしょ。あっちはまあ無視っすね。正直あっちは無視。いや、でかい。あれ、ぶち抜きたいな。いや、今のスケラバチクソうまいけどね、正直。正直めちゃくちゃうまかったっすけどね。で、これ逆サイ行かれないように、1番下がめっすね。さあ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 、こうなったらもう、あー、ボスどこだ今これ、あー、ボスだあ、ボスだって言ってますね、今頃。さあ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 。焼き鳥はね、よく、動画ボツになったら携帯ぶん投げるんですけど、皆さん、そういう、携帯ぶん投げる人には絶対なんないでくださいね、本当に。気をつけてください。さあさあさあ。これにエレキとか来ると思うんですよ。来ねえ。
さあ来た、ポイズンで打って、さあ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 、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。いやこれぶち抜いてもよかったな今。さあさあさあ、いやーこれ美味しい、これ美味しい。ここをバボが低めで受けて、工場逆サイ来たらこれトルネでぶっちつっちゃいましょう。よいしょ。いやマジでちょ、お前来いよもっと。やべ、ゴーストとかになんないよな。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい素晴らしい。いい、工場間に合わないの、これ8枚ペッカ来るぐらい。はい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 、いやーすべてわかっちゃう、なぜなら僕がペッカ使いだから。さあグッドゲーム、ありがとうございます。あーこれ今これ、あいやもう、あーボスだ、あーこれボスだってなってる頃でしょう。まあ僕はねこれを動画に上げてね、あなたの YouTube を宣伝してあげたいと思います。さあ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 、毎日、動画出してくれ、もしよければ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。